何杯は、中華民国の軍人、政治家、北京政府、安ン派の軍人で、後に、中華民国維新政府、南京国民政府の要人となった。字は、ナニンン何杯別影フーズ封印、チャイナサードエド、1906年、日本に留学して、陸軍主管学校第四期不評科を卒業した。帰国後は、保定陸軍軍官学校教官などを務めている。 中華民国成立後の1912年、陸軍第2次参謀長となる。北京政府では暗記派に属した。1917年2月、湖北省政務庁長,長長となり、翌年8月、財政庁長,長長も兼任した。1919 19年3月、処理国期多省省長,長となり、11月、正式に省長に就任している。翌年8月、 安直戦争で安棄派が敗北したため、省庁から罷免された。まもなく、湖北特軍公所参議権湖北公務局、ただ主弁に移動し、孫殿法の最高顧問となっている。国民政府時代は、主な職位にはつかず、1937年の日中戦争勃発後に、何敗は、中華民国維新政府の下で、武漢参議府参議長兼政務委員会委員長となった。 1938年10月、武漢が日本軍により陥落させられると、何杯は武漢地方維持会会長となる。翌年4月、中華民国維新政府において武漢資産議副議長となり、11月、湖北省省庁に任ぜられた。1940年3月、王朝明の南京国民政府設立後も、何杯は湖北省省庁に留まっている。5月、 何杯と一子聖戦は観光で共和党を結成し、何杯が総裁、一子聖戦が副総裁となった。同党は、湖北人による湖北統治を目指して結成された地方政党である。10月、湖北省政府の改祖に伴い、湖北省政府主席となった。12月、何杯は共和党を解散して、王朝明の中国国民党に合流し中央。 執行委員に任命された。翌年5月、党は連盟中国総会湖北、文会上無理事件書記長となった。6月、湖北保安司令を兼任している。1942年6月6日、何杯は観光で死去した。去年63、中国、台湾における通説では、何杯は日本軍により毒殺されたとしているが、死因は他にも、 諸説あり実態は不明である。ありがとうございます。